足装備に新脚をつけました。今宵は不正中の塔で清流までの時間を比べてみました。まずは通常の山岳の足装備スタート。49分59秒。ゴール47分17秒。記録2分42秒。162秒。次は新脚の山岳の足装備スタート。49分14秒。ゴール46分57秒。記録2分17秒。137秒。結果25秒を短縮できました。マラソン10回で250秒、約4分と嬉しい短縮です。